はい、皆さんこんにちは、いくらです。さあ引き続きシムシティやっていきましょう。次はパート31ですね。はい、でいきます。じゃあまず最初はいつものように住宅施設のアップグレードからやっていきたいと思います。さあ資材を回収しつつアップグレードできる箇所が結構多いんですよね。さあここもアップグレードしてここもしますと、こんな感じですかね。とりあえずこんなもんかな。でデイリーのボーナスをゲットすると。おお、なんだこれは。さあまた増えて、結構ね、左上の方は大きめのマンションが建つと。で増えて増えてと。さあ22万人ですね、約。アイテム回収して、ここもいけると思うんですよね。じゃあ資材を回収している間にちょっとブーターをレベル6にアップグレードしましょう。でアップグレードして、確かねレベル7にすると新しいこの竜巻がアンロックされるんかな。なのでもう1個レベルを上げたいんだけども、なので、まあ、とりあえず一回使いますか、ブータワー。どれ行こうかね。エリアの侵略を使いますか。エリアの侵略を使って、まあ、レベルを増やすために経験値的なのを稼いでいきましょうかね。よし。まあ、この修復作業もしなきゃいけないわけだけども。よし、無事回収できたので、アップグレードしていきましょう。まあ、こんなもんですかね、とりあえず。じゃあここができるまで待ちたいと思います。よし、できましたね。まあそんな結構資材が必要だった割には、まあそんなでかい建物が建つわけではないって感じか。まあしょうがないですね。なのでまあとりあえず21万5000人か。そうかそうか、そうだよね。ここが壊れちゃったからちょっと、人口が減ってしまってるわけなんですが、あ、そうそうそう。で、アサイメントの報酬もちゃんと受け取らないといけないですね。はいはい。で、シモリオンを獲得と。ですかね。とりあえずこんな感じで OK と。さあ、グリーンバレーの方の進捗状況なんですけど、まあ、少しね、前回に比べるとちょっと変わったのかな。前回の写真出しておきます。まあ、少しね発展したんじゃないかなとは思っていますが、まあそんなね大きく変わったっていう感じではないですかね。まあ敷地もねまだそんな大きく広げてはいないので、まあ建物とかを建てつつ、まあもう少し発展させていけたらなと思っています。まあ2091人しか人口もいないですね。一方で首都は21万人いますからね、大都市ですね。じゃあ今回はですね、どうしようかな。熱気球かヘリポート、なんかここら辺を建てたいですね。ヘリポートとか行ってみますか。ヘリポート建てれば、うお、一気に人口増えますね。一気に人口増えるしいいかな、面白そうなんで今回じゃあヘリポート建てていきましょうか。ヘリポートを建てたいので、ちょっとどうしようかな。施設とかをいろいろ移動させなきゃいけないんだけど、どうしようかな。住宅施設を移動させる前にまず診療所がストックがあるので、これを一軒この辺りに建てて、ここに建てますと。で、家を何軒かちょっと移動、何軒か、まあ1軒でいいかな。1軒ちょっと移動させて、その場所にヘリポートを置きましょうかね。なので、どうしようかな。あんま大きくない、このムーリングとかどうだろう。ムーリングとかを、ちょっとこっちの方に移動させてもらって、で、交通機関のヘリポートを、ここに建てればめちゃめちゃ増えますね。39,000人増えます。
よし、行きましょうか。じゃあ行きます。ヘリポート設置。うわー、金鍵20個使いましたが、ヘリポートが立ちました。これでヘリコプターが飛ぶようになるのかな。ちょっと楽しみですね。はい、それではヘリポートを立てたので、どこかにこうヘリコプターがいないかを探しながら、施設のアップグレードのためにアイテムをいろいろ回収していきたいと思います。そういえば資材を回収していて気づいたんですけど、このね、商業施設をそういえばね、全然建ててなかったということで、この電気店とこの復旧管理局を建てないと、ちょっと、必要な資材を集めれなさそうなので、これをちょっと建てたいと思います。じゃあ道を伸ばしていきます。とりあえず道を伸ばしたら一つ建てれるよね、多分ね。この復旧管理局建てて、どうかな、もう一箇所どこか建てれる場所があるかな。ちょっと移動しましょうか。この市長の邸宅をちょっと外の方に移動させてもらおうかな。移動して、で、これか、電気店を建てます。はい、これで、新しいアイテムが作れると。確かね、これかな、多分これのやつだよね。これが掘り出し石材か、これが必要なんですよね、ここに。この再建でこれが必要なので、ちょっとまた集めていきたいと思います。でね、確かね、ヘリコプター飛んでたんですよね。どこにいるんだろうな。あ、見てください、これこれこれ、ヘリコプターです。飛んでおります。これね、飛んでちゃんとヘリポートに行くんですよ。ほら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 、こうやってヘリポートにも行くし、他のね、こういう大きな建物のこのヘリポートの H のマークが書いてあるところにもちゃんと止まるんですよね。だからマンションたくさん建ててれば、そこのヘリポートにこうヘリコプターがこう止まっていくっていう感じになるんですけど、それがまたすごい面白いなと思って。ということでね、ヘリコプターもちゃんと飛んでおりますが、資材を集めていきたいと思います。かなりね、ちょっと資材の集めるものの難易度が上がってるというか、時間がかかるものが増えてきてしまっているので、ちょっと頑張って集めていきたいと思います。さあ、資材を集めてきました。結構大変でしたけど、無事集まったと思うので、それでは、アップグレードしていきたいと思います。じゃあやっていきます。ちなみに、再建はしておきました、壊れたところはね。木材でアップグレードすると、こんなもんかな。ですね、はい、金属を回収して、よいしょ、あと1個必要ですね。止まってみましょう。で、道を、ここは渋滞しているので、はい、 1800 シェモリオンで増築すると。とりあえずこんなもんですかね。さあ、1000人、922人増えて、900人が増え、2867人、結構増えましたね。で、24万6000人になりました。で、あと一つね、改築できるのでやっていきます。さあ、こんな感じでいいですかね。もうできないよね、多分ね。あとはできるとこはもうとりあえずはないと思うので、よし、こんなもんですかね。じゃあ、ここができるまで待ってみましょう。うわ、なんかもうだいぶ高層ビルが立ちまくっててね、ちょっと見えないですね。よし、さあ、2600人増えました。あー、もうちょっとで25万人だね。ギリギリ足りないって感じですかね。で、結構この都市拡張のアイテムをゲットしたので、
どこかを拡張させたいんだけど、どうしようかなと思ってて、まあ以前ね、こうなるべく縦にエリアを拡張させた方がいいという助言をもらったので、なるべくね縦に拡張させていきたいんだけど、まあじゃあどうしようかな、とりあえずこの辺りで、エリアを拡張させていきましょうかね、とりあえずはね。 OK で、デイリーボーナスもゲットして、で最後にじゃあもう1回ぐらいウォータワーでやっておきましょうかね。もうちょっとで溜まりますね。おーおーおお、地震で崩れて、おお、4件ぐらい崩れましたね。4件崩れた。あ、でちょうどよかったね、ここだけ再建できる。で鍵をゲットして感じですかね。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回はねヘリポートを作りました。で、ヘリコプターがね飛ぶような街になったということで、このビルのヘリポートも積極的に活用されるようになるね。あ、いるね、ヘリコプターいます。すごいですね、やっぱねこう交通機関をどんどん増やしていくとね、乗り物がねいろいろ増えていくっていうのは面白いなと思います。でね、あとはこういった電気店であったり、この復旧管理局であったりというものを作っていきました。で最後にね都市エリアも拡張して、ちょっと次回までに家とかも増やせたら増やしていこうかな、少しもうちょっと増やしていこうかなと思います。はい、それでは今回はこれで終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。高評価コメントお待ちしています。チャンネル登録もぜひ。それではまた次回お会いしましょう。